エアコンのリモコンソニー製のリモートコマンダーを表す表示リモコンとは遠隔操作機器のこと。利用者が操作する遠隔操作機器の名称。主に発信だが受信機能も搭載される場合もある。本校で省述する遠隔操作のこと。機器を離れた場所から操作する技術のこと。遠隔操作機器はリモコンからの信号を受信して操作される側の機器を 指すこともある日本語でリモコンというと、一般的には操作者側の遠隔操作機器のことであり、リモートコントロール、またはリモートコントローラーの略である。リモートコマンダーと呼ぶこともある。リモコンは機械や電子機器等を遠隔操作するためのシステムの、うち操作のための信号を送信する側の機器であり、通常機械や機器の本体側に設けられ、 操作信号を受信する装置と対応なす。本体との間の信号の送受信を優先で行うものと無線で行うものとに対別されるが、現在では赤外線や電波等の無線で信号の送受信を行うものが多く用いられる。一方で、携帯音楽プレイヤーのように、リモコンと本体間の距離がほぼ一定の状態で使用される簡易な装置等では、 有線のリモコンも用いられている。リモートコントローラーは、テレビや、BD レコーダー等の AV 機器、エアコン等の家電製品、電子機器、玩具等の一般家庭用機器を中心に、幅広い機械、機器の操作に用いられる。操作する機器の種類によっては、口述するラジコンのプロポのように、リモコン以外の呼び方をされることが少なくない。リモコンという略語は、 和製英語であり、英語としては通じない。英語のリモートコントロールは、日本語でのリモートコントロールとは異なり、遠隔操作と遠隔操作機器の両方の意味で用いられる。リモートコントローラーも遠隔操作機器の意味で用いられるが、リモートコントロールの方が、はるかによく使われる。ゼニススペースコマンダー600最も初期のリモコンは、有線で操作を行うものであった。 1955年にアメリカ合衆国の音響機器メーカーであるゼニスエレクトロニクス社の友人ポーリーによって世界初の無線リモコンであるフラッシュマティックリモコンが発明されたが可視光を使っていたため太陽光で誤動作する欠点を有していたので製品化には難があった。百五十六年には同じくゼニス社の研究開発部門にいたロバート・アドラーによって 超音波方式のテレビリモコン、スペースコマンドが製品として開発された。日本での家庭用のリモコンとしては、昭和30年代にテレビ用に優先式のものが実用化された。1970年代はじめには、産用のズバコンをはじめとする超音波を用いた無線式リモコンが実用化されたが、身近な音などに反応して誤作動を起こしやすかった。 そのため、赤外線式リモコンが開発され、1970年代末頃から普及し始め、現在ではこの方式が広く一般的に使われている。初期のテレビのリモコンは、テレビ本体の回転式チャンネルと同様のインターフェースを有していた。その後、ボタン式が採用されたが、そもそも当時のテレビが複雑な操作を必要としなかったため、 チャンネル切り替え用のアップダウンボタンと音量調節用のボタンを備える程度の単純なものであった。G コード用リモコンビデオ、プラス録画予約等の複雑な操作が必要とされるビデオの普及に伴いリモコンの普及と高度化が進んだ。複雑な予約の操作を本体パネルの垂直面に配置されたボタンで行うことは困難であり、番組表を見ながら 手元で操作できるリモコンの必要性が高まった。とりわけ、録画予約を簡易化することが各社の命題となり、バーコード予約、ボイス予約や液晶画面の採用等の様々な試みがなされた。そのような中で G コードは1990年代初め頃から各社に採用され、広く普及した。1980年代初めには、 着脱式の製品も多く見受けられた。テレビ等の操作部分を取り外すことでリモコンとして使用でき、本体に取り付ければそれ以前の製品と同じ感覚で使用できるものであった。現在ではテレビ放送の多様化や AV 機器の多様化に伴い、リモコンには複数の機器の数多くの操作を行うことが求められている。このため、 各社の主々の機能の操作信号をプリセットしたリモコンや学習リモコンが普及している。また、赤外線通信機能を持つ携帯電話ではテレビなどのリモコン操作ができるものも存在する。携帯端末などの赤外線通信の規格、イルダに準拠した赤外線ポートを利用してリモコンの信号をエミュレートできるソフトも存在する。従来、操作する。 機器本体にそれ専用のリモコンが付属し、他の機器と通信することはなかったため、リモコンから送信される信号は特に互換性を考慮する必要はなく、また、機器本体の機能自体も異なるため、リモコンの各社の使用はまちまちであった。プリセットリモコンも、学習リモコンも、基本的にはメーカーごとに異なる個々の信号を記憶して操作を行うものである。 しかしながら、このようなリモコンでも、適切な機器を選択したり、操作を学習させる手間がかかる。また、DVD を見る際に、テレビと DVD プレイヤーの電源を入れ、DVD を再生するといった複数の機器の操作を、連携して行うことは困難である。このため、CEC のような機器制御信号と制御プロトコルの、規格化も進んでいる。 赤外線リモコンのデータフォーマットは、コードと呼ばれる一連の符号になっており、その多くでは制御される側の機器を区別する、カスタムコードないし、デバイスコードと、各々の動作を指定するためのデータコードの組み合わせからなる。そして、リモコン側のボタンを操作すると、カスタムコードとデータコードが一連の信号となって、発信されるよう設計されている。 赤外線リモコンのデータフォーマットに統一的な規格は存在しない。したがって、メーカーごとにデータフォーマットの様式は異なる。ただし、実際には信号を制御する集積回路メーカーや、リモコンそのものを OEM 生産するメーカーが限られており、一定のデータフォーマットの集約が見られる。なお、データコード部には制御される側の機器メーカー独自の、 拡張仕様を持つものもある。代表的なデータフォーマットには次のようなものがある。赤外線リモコンはデータフォーマットごとに信号の構成こそ異なるが、いずれも38から 40kHz の搬送波出力の ON と OF を変調し、これを1、または例のビットとして伝送する仕組みを用いている。物理的には、 ピーク値が950ナノメートル程度の赤外線を使用し、38から 40kHz の明滅パルスを搬送波として、それをさらにミリ秒という周期で点滅し、この点滅する間隔や長さを変化させることで、日地不合化を行っている点で共通している。いわゆる学習リモコンが多種類のリモコンのシグナルに対応できるのは、 このような基本部分でのフォーマットが共通しているからである。日本国内では蒸気のフォーマットやベンダーコードが重複しないよう配慮され信号内容の違いにより渾身や誤動作を防いでいるが日本製品以外の家電製品ではこのフォーマットに配慮しないで製造されたものもある。このため輸入された家電品が 日本製の別の機器に付属するリモコンの信号で誤動作するものがあることが知られている。データ放送のコンテンツ選択時や双方向番組の視聴者投票などで用いる4色のボタン最近のテレビやレコーダーなどの AV 機器はリモコンの使用が前提になっているが、これは遠隔操作の利便性のみならず多機能化により本体での操作が困難になっていることが大きい。 一般的に片手に持って操作しやすい大きさで板状の形をした筐体に多くのボタンがついている。乾電池を必要とするのが普通である。iPod や一部の携帯電話などの携帯音楽プレイヤーでもリモコンが使えるが、これは優先式が多い。リモコンによっては液晶画面が備えられており、再生中の曲名などが確認できるものもある。エアコンは 部屋の天井付近に設置されることが多く、本体を直接操作することが困難なため、リモコンを備えるものが多い。冷暖房等の運転種別や、温度設定も見やすいように、リモコン側に表示される。リモコンに、温度センサーを備えて、利用者近辺の温度を感知するものもある。Windows XP Vista が搭載された、テレビパソコンや、 現行の Mac ではリモコンが付属するモデルが多い。特に、XP メディアセンターエディションには OS でありながら、システム制御のためのリモコンが付属している。天井などの高い場所に設置される、照明器具は、本体を直接操作することが困難なので、釣り紐や壁スイッチで操作を行うことが多い。照明器具から離れた位置で入り切り、等の操作を行う壁スイッチも、 優先式リモコンで、メーカー等では遠隔操作機器等の名称で製造を販売されていることもあるが、家庭ではリモコンとは呼ばない。通常のリモコンと違い動かすことができず、部屋を一つのシステムと考えれば、遠隔操作ではなく本体操作とも考えられる。通常、照明器具のリモコンといえば壁スイッチより細かい。 マメ球や明るさや壁スイッチの点灯灯スイッチが点灯と消灯が別々のどこまかい操作のできることが多い無線リモコンのことを指すことが多いカメラにおいては撮影時の手ブレや画角のズレを防ぐためにシャッターを遠隔操作することが古くから行われてきたこのための機械的な装置はオートレリーズと呼ばれるモータードライブや オートフォーカスが搭載されているカメラでは、電気的なスイッチやケーブルを採用した、レリーズスイッチが多い。これらの装置では、バルブ撮影に便利なようにレリーズロック機能を搭載するものが多い。近年、ワイヤレスで、シャッターの操作が可能な装置が一部のコンパクトカメラや、a f 一眼レフカメラに付属もしくはオプションで、設定され、特に、デジタルカメラにおいては、 ワイヤレスで、シャッター以外の操作も可能な装置が付属するものも多いが、このような装置は、リモコンと呼ばれることが多い。これらのリモコンでは即時レリーズの多セルフタイマーで、撮影可能なものもある。ウォッシュレットのリモコン制御版ウォッシュレット等、温水便座のスイッチを手元で操作を可能にしたものや、温度や設定を表示する。便座の前に壁にかけて、使えるようになっている。 リアルフライトのコントローラーコンピュータゲーム機のコントローラーは携帯ゲーム機や業務用ゲーム機では本体に直接付いているが据え置き型の家庭用ゲーム機ではリモコンになっているコントローラーは従来純正のものは優先式がほとんどで無線式のものはサードパーティーから発売されていた無線のコントローラーはワイヤレスコントローラーと呼ばれることが多い Xbox 360 Wii PS3 ではワイヤレスコントローラーが標準となっている。ドローンのプロポ電波によるリモコンで動く自動車、飛行機等の模型はラジオコントロールを略してラジコンと呼ばれるもされている。通常のコントロールの用法と違い操作される側をこう呼ぶ。コントローラーの方はプロポと呼ばれる。これは プロポーショナル方式の略で、スティックの操作角度に応じて、サーボを比例制御することができることに由来する。一方で、ラジコンに対して優先による遠隔操作の模型を指して、リモコンと呼ぶことが多い。ただし近年は、赤外線など電波以外の無線方式によるものも、含まれている。主なリモコンメーカーテレビオーディオエアコン、照明など、 シャープパナソニック東芝日立ソニーエレコム三菱、エレクトリックオーム電気、LG エレクトロニクスエルパマスプロパイオニア。フナイ、ビクターナショナルビーバーイリソヒャマアヨー、IO、データケンウッド、オーディオテクニカオーディオテクニカルヤザワ、ミシ JVC マクセル。ありがとうございます。